はいどうも、ムーンベースカズです。今回はカスタムの悩みというかレベルのステップ周りをワードコントロールに変えたいと思っているんですが、どれにしようかなっていうお話です。レベル250のフォアコンキットはドープやフリマサイトで販売されているアジア系などいろいろ出てるんですが、どれにしようか悩んでるんですよね。レベルは2年以上乗っていてほとんど不満はないんですが、1点だけ体に合わないところがあるんですよ。それがステップの1です。レベルのステップはホイールベースの中央にあってミッドコントロールになってるんですよね。レベルの後方資料みたいな体型だと普通に座った足の位置、膝の真下にステップが来て姿勢は楽なんでしょうが、自分の場合レベルの通常のステップの位置だと足が窮屈なんですよね。ちなみに自分の体型は身長が172センチで股下が83センチです。で、自分の足の長さだとステップの位置が近すぎて股関節、膝、足首を結構曲げて座る感じになるんですね。この姿勢で乗っているとずっと関節を曲げているもんだから、股関節がつったり足首、特にギアチェンジをする左の足首ですね、ここが痛くなるんですよ。あと関節を曲げた状態で長時間バイクに乗っていると太ももやお尻の筋肉が硬直して腰の痛みにもつながるんですよね。それで足の関節をもっとゆったりと伸ばせるフォワードコントロールに変えたいんです。レベル250のフォアコンはいくつかあるんで、アイテムの概要と気になっている点を紹介していきます。まずはレベルのカスタムパーツを多く販売しているドープのフォワードコントロールです。ステップは純正よりも17センチ前に出ます。レベルのフレームとマッチしたデザインがかっこいいですね。フォアコンの前の方にはエンジンフレームとフォアコンを固定するステーもついているんで、堅牢性が高く安心感があります。デザイン、堅牢性、安全性の面で第一候補のフォアコンです。ただですね、お値段が 52,800円、作りからすれば妥当な値段だと思うんですが、やっぱりお高いですよね。取り付け工賃と合わせると6万円を超えます。この値段に二の足を踏んでいるんです。次がフリマサイトで販売されているフォアコンです。ステップは純正よりも15センチ前に出ます。ステップの延長部分がスチール製のプレートになっています。このフォアコンもエンジンフレームとフォアコンを固定するステーがついているんで、堅牢性は高そうです。お値段は2万3000円前後、ドープの半額で格安ですね。ただ気になっているのが延長プレートのデザインなんです。円を基調にした切り抜きが入っていて、これが個人的に好みに合わないんですよね。もっとシンプルなら即購入してるんですがね。次もフリマサイトで販売されているフォアコンです。これは徐々に作りが進化していって、今はバージョン3の V3 が販売されています。ステップは純正よりも15センチ前に出ます。ステップの延長部分がこれもプレートになっているタイプです。これまで紹介したタイプと違ってエンジンフレームとフォアコンを固定するステーは付いていません。そのため堅牢性が劣る感じはしますね。お値段は3万円で販売されています。ここのメーカーのフォアコンは前のバージョンの V2 も2万6000円ぐらいで販売されてるんですが、ステップの位置が結構外側に開くんで大股になって乗りにくいってレビューを見ますね。これは中国のタラゾンが販売している CMX300 用のフォアコンです。レベル250にも使えるフォワードコントロールです。ステップは純正よりも約18センチ前に出ます。素材は飛行機にも使われるアルミ合金を使うなど、素材と作りがしっかりしていてデザインもシンプルでかっこいいです。エンジンフレームとフォアコンを固定するステーもついています。値段は送料を入れて5万円後半です。値段がそこそこするんで、だったらドープがいいなと思いますね。最後に中国のアリエクスプレスで販売されているフォアコンです。ステップは純正よりも約15センチ前に出ます。シンプルな構成になっていて、送料を入れると1万5000円ほどで販売されています。というわけで、じゃあどのフォアコンがいいのかってところです。ステップの延長は17センチと15センチで2センチの違い、どっちがいいのか、エンジンフレームとのステーはあった方がいいのか、などなど気になっています。予算に余裕があればドープのフォアコン一択なんですよね。ドープだとお店で取り付けをお願いできる安心感もあります。ただやっぱりお値段がね。予算と堅牢性ではこちらのフォアコンがいいんですが、デザインがちょっと気になるんですよね。あと取り付けてもらえるバイク屋さんを探す必要もあります。ドリームだと持ち込み部品の取り付けは NG なんです。自分で取り付けに挑戦する手もあるんですが、ブレーキ周りなのでちょっと心配なんですよね。ってことで決められずにいます。とはいえ今年こそはフォワードコントロールに変えたいです。フォアコンをつけている方のレビューも聞きたいところです。よかったらコメントお願いします。はい、それでは今回はフォワードコントロール選びの悩みでした。よければチャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた、ご安全に。